どうぞ。じゃあまあひとまず乾杯。はい。お疲れさん。お疲れ様です。よく来られるんですか、ここ。ああ最近な、見つけてさ。初めてか、こういう店。あ、そうですね、あんまりこういうとこは。マスター、マスター。はい。え、あ、はいはい、はい、あ、こいつ俺の部下でね。おい、自己紹介。はい、赤羽さんの部下をやらせていただいてます、青戸と言います。どうも。やらせていただいてますよね。だろう、無理やり俺が部下にしてるみたいじゃねえか。え、こいつね、今年の新人でね、先月研修終わって俺のとこ来たんですよ。赤羽さん、あんまり社内事情のことは。なんで。いや、コンプライアンス的にね。すごいっしょ、うちの新人。上司に注意するんですよ、これが。いや、すいません、そういうつもりじゃ。いや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 、いいんだって、いいんだって。お前の言ってることが正しい。コンプライアンス大事。ということで、今後ともこいつともともよろしくお願いします。あ、いや、こちらこそ。それでね、真面目でしょ。研修で何叩き込まれたかわからないけど、今時ここまで真面目なやついないでしょ。すいません。いや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 、いいんだって、いいんだって、真面目なの。ただね、真面目すぎるとたまるもんもたまるんだよ。それである日心折れて会社来なくなっちゃうんだよ。あ、そうですよね、マスター。最近多いらしいですね。そうなんですよ、こいつ真面目でしょ。それに我慢強い性格だと思うんだけど、我慢に限界ってもんがあるから。そんなに我慢ってほどのことは。いいんだって、いいんだって。こういうさ、バーってところはね、仕事のうさを晴らして好きなだけ愚痴っていいんだって。仕事の愚痴ですか。ああ、あんだろ、3ヶ月配属されてんだから愚痴の一つや二つ、それをね、吐き出してもらおうと思ってここに連れてきたわけですよ。あ、そうなんですか。そういうのってまず一番話しやすいのは同期だと思うんだけど。同期と飲んでる時とかもそんなに愚痴とかは。え、愚痴大会とかなんないの。はい、そういう世代じゃないんでしょうね。え、なになになに、これ世代の話。うん、じゃあ誰に愚痴言うの。まだ実働3ヶ月ですし、そんなに愚痴ってこともないので。ああ、分かった分かった、 SNS だ。そうだろ、ネットに匿名でさ書いちゃうんだろ、A 課長の脇が臭いとか。書きませんよ、そんなこと。匿名で書いても特定されちゃう時代ですからね。特定。うん、書いてる内容によってどこの会社のどんな部署の誰が書いたか分かっちゃうって。え、マジらしいですよ。お、怖っ。じゃあますます愚痴れないじゃん。ですから今のところそんなに愚痴とかもないんで僕は大丈夫です。いやいやいや、でもそれは今のところだろ。これから愚痴りたくなるって。その時は。お、やっぱりさ、ここだよ。はい。あ、ここだったら特定もされないわけだ。いや、でもやっぱ誰が聞いてるかわからないですし、コンプライアンス的には。ぼかすんだよ。ぼかす、ぼかす。ズバリ仕事の内容とかさ、人の名前とか出さないで、で愚痴ればいいだろう。ねえ、マスター。まあそうですね、マスターにも分かんないのにさ、ぼかして愚痴れば問題ないって。あ、例えば。え、例えば。例えば。はい。あ、例えば、例えば、おう、そうだ、 Y 部長っていいんだろ。 Y 部長2人いらっしゃいますね。おお、あの Y 田部長の方な。はい。吉田部長ですか。お前、バレちゃったとか言わなきゃ。お前、山田部長と思うかもしれないだろ。すいません、他の人で。他の人。はい。ああ、おお、
経理部のさ、H さんっていいんだろう。部署まで行っちゃうのはまずくないですか。お、部署もダメ。部署くらいいいだろう。いや、ダメですよ。僕らがどこの会社の人間か分かった時点で、あの会社の経理の H って言っても誰か分かっちゃいますから。じゃあさ、ああ、人じゃなくてさ、仕事の話よ。はい、ぼかして。ぼかしてな。今のうちの、ライスのシードは飯の種、痩せた電話の、スマートフォン、遊べる柔らかいもの、ゲームソフト。ダメじゃん。